農立後期株式会社は音響機器の開発、販売、ペン先部材の製造、販売、医療データ分析調査のヘルスケアなどを行う子会社を参加に置く持ち株会社。写真処理機器メーカーとして創業。2000年代までは写真館や DPE ショップに設置されていたミニラボと呼ばれる写真自動現像システムの QSS を主力としており、 世界で5割のシェアを持つ最大手であった。1990年代中頃より写真フィルム世界最大手のイーストマンコダック社と提携しており、能ーはフィルムやインガシなどの民生用品を製造していなかったため、能ーがコダックの資材を使用したり、またコダックが能ー製品の OEM 販売を行ったりしていた。しかしデジタルカメラの普及とともにミニラボ市場は、 急激に縮退し、業績が悪化。1990年代後半以降、デジタルカメラプリントに対応した機材、デジタルミニラボも製造し、2002年よりコダックとミニラボを共同開発。2006年にはミニラボ業界の最大のライバルであった富士フィルムとも提携して共同開発を行って生き残りを図ろうとするも、2000年代後半より、 写真関連事業を縮小。2010年よりだ業種に対して積極的な M&A を展開し、ヘルスケア事業へ進出など事業転換を進める。創業事業の写真関連事業2016年に上渡2019年に中期経営計画を発表後、事業ポートフォリオを再編。現在は持ち株会社としてフェルトペン先で、 世界シェア5割を誇る堤防や DJ 機器で世界シェア7割のパイオニア DJ ブランドで知られる音響機器メーカーのアルファセタなどによるものづくり事業と医療ビッグデータ事業の JMDC などによるヘルスケア事業を柱としている。和歌山市で写真館西本スタジオを運営する創業者の西本寛一は1951年に水車の原理を応用した。 写真因菓紙の推薦器を発明。これを事業化するために1956年に設立した能力工規制作所を起源とする。写真の現像工程の能力化が社名の由来である。創業当初より写真店向けの機材を商品としており、モノクルフォートプリントカラーフォートプリント用の機材を次々に開発、製造してきた。1961年には、 モノクロフィルムプロセッサー r f 2 0 e の開発によって世界で初めてモノクロフィルム現像工程の自動化に成功。同年、社名を能率後期と改める。1976年にはフィルムを現像してプリントするまでの工程を一元化したシステム、クイックサービスシステムの1号機である QSS-1 型を開発。 1970年代当時は写真現像の機械化、高速化が進んでおり、熟練のオペレーターが手で一枚一枚現像するという効果で手間のかかる方式に代わって、現像書にフィルムを送って、大型機械で一括に現像する方式が一般的となっていた。それでも校舎は写真が出来上がるまでに一週間程度かかったが、 QSS を導入すると写真館の中で1時間程度で現像が可能となった。QSS は後にミニラボと呼ばれて普及する小規模な写真現像機器の最初の製品であり、これ以降、世界中の写真館にミニラボが導入されることとなる。その後、富士フイルムなど国内の大手写真機材メーカーもミニラボ事業を展開し始めたことから、 農立は1978年に農立アメリカを設立し国内同業他社に先駆けて北米に進出。1980年代には北米で大きな成功を収め北米で農立はミニラボの代名詞となった。農立はミニラボ事業で世界シェア1位となり会社は急拡大。1997年には当初一部上場を果たす。 日本でも2000年代まで DPE 店と呼ばれる写真現像書が各地にできた。DPE 店とは写真の現像及び現像所へのフィルムの取り継ぎを主な業務とする小規模な店舗で従来は写真材料販売店などに併設されていることが多かったがミニラボはオペレーターの熟練を必要とせずに写真を現像できることから異業種からの参入が相次いだ。 富士カラーショップなど写真材料販売店系の DPE 店には系列メーカーのミニラボが導入されていたが、それ以外の独立系の DPE 店には能率性がよく導入されていた。1980年代から1990年代にかけてはスーパーなどの一角に設置された DPE 店にカメラを渡すと買い物が終わった頃に写真が出来上がっているという。 システムが構築されていた。しかし2000年代以降、デジタルカメラの普及により、フィルム事業を主とする、能率後期の業績が悪化する。1996年には、富士フィルムが、世界初のデジタル対応のミニラボ、フロンティアを発表。1998年にはコニカが、世界初のメモリーカードに対応した、デジタルミニラボ。 QD-21 を発表するなど各社ミニラボのデジタル化が進む中、能率はデジタル対応に乗り遅れたため米コダックと提携し、コダックが開発したソフトウェア、DLS システムを搭載したデジタルミニラボ QSS-27 シリーズをリリース。2002年には成功エプソンと提携し、現像液を使わずにインクジェット方式で写真を印刷する。 ドライミニラボを開発。そんな中、社長の西本寛一が2005年に90歳で死去。二代目社長体制においては、2006年にライバルの富士フィルムと提携して、デジタルミニラボの共同開発を行うなど、ミニラボ事業の継続を模索するが、農立後期の大株主である創業家が2008年に、全取締役を解任する。その後、 西本寛一の元秘書であり、西本寛一の娘婿でもある、西本博次が社長に就いた。農立後期は2006年より赤字が続いていたが、2008年の時点では、無借金、利益上預金707億円、売上高626億円と、ミニラボ事業でシェア世界一の安泰な企業だと思われており、創業家のクーデターに対して、 不可解さを覚える報道もあった。しかし実際は、ミニラボ業界は、急激に衰退しており、2005年には、ドクアグファの倒産に伴い、アグファとミニラボを共同開発していたコパルが、ミニラボ事業から撤退。2006年には、コニカミノルタが、ミニラボ事業を能率に上として撤退。2010年には、a k e フ s 4と、メグループ参加のフツ、ケイースが、 ミニラボから撤退、2012年には、リツとミニラボを共同開発していた、米コダックが倒産した。そんな中、ミニラボ事業で、リツの最大のライバルであった、富士フィルムもイメージング事業を縮小し、ヘルスケア事業や、高機能材料などを中心として、事業ポートフォリオを再編していた。リツ後期も、 西本博次社長体制においては、写真処理機器事業以外の分野に進出すべく、写真処理機器事業以外の分野の会社を参加に置く、NK リレーションズを2009年に設立し、農業事業の NK アグリなど、写真事業とは関連しない事業をいくつも展開した。同時に、写真事業を縮小し、2011年に、写真関連事業を NK ワークス株式会社として、 能率校基本体から分離した。また、当時は、ミニラボ事業で築いた豊富な資金が残っていたことから、異業種に対する積極的な M&A を展開し、医療やペン先の企業などを買収。2010年3月期には、ミニラボ事業の減損もあり、売上高279億円に対して、赤字206億円という巨額の赤字を計上し、 前世期には900億円ほどあった売り上げが2012年3月期には約180億円にまで落ち込むも、能率後期は持ちこたえ、2013年3月期に黒字化した。2016年には NK ワークスの全株式を投資会社に譲渡し、写真関連事業から撤退した。NK ワークスはその後、能率プレシジョンに社名を変更した。 銀塩写真の現像処理機は2020年代においてもなおプロフェッショナル向けとしての市場が残っており、能立プレシジョンは富士フ,フィルムと共にフィルム写真向けの現像処理機を開発・販売する最後の2社として能立の QSS シリーズと富士フィルムのフロンティアシリーズで世界シェアを2分している。2015年に祖業の地である和歌山市から 東京都港区に本社を移転した。なお、和歌山市には写真関連機器などを生産する能率プレシジョン本社などの元関連会社がいくつか残っている。また、かつては和歌山市内でカメラや写真機材などを扱うカメラの西本を数店舗経営していたが、2010年代にすべて閉店し、最後の1店舗となったカメラの西本社庫前本店及び併設の 西本スタジオは2020年6月に閉店した。2018年6月に現代表の岩切隆吉が CEO に就任、M&A 戦略の一巡を経て事業ポートフォリオ再編に着手。2018年には NK リレーションズを能力後期本体に吸収合併。2019年には中期経営計画を発表し、コア事業をものづくりとヘルスケアに定め。 2019年、ヘルスケア事業を担う JMDC、ドクターネット、ユニケソフトウェアリサーチからなる JMDC グループが上場。2020年には、ものづくり事業として、パイアニジを有するアルファセタ株式会社を買収。2021年には、ものづくり事業として、米国で手頃な価格帯におけるナンバーワンのポータブルオーディオブランド J ラブを有するピーグ。 LLCD バジェイラブオーディオを買収。2004年10月から2005年9月の間、朝日放送、新婚さんいらっしゃい。でタレント若月千夏を起用した TVCM をオンエアしていた。ありがとうございます。